前の景色見ていただくと、あの後ろにあるのはね、神様の山なんです。近江八幡っていう八幡神社の神様の山で、まあ神聖な山です。で、それの環境を壊しちゃいけないっていうのが、ここの種屋さんの一大コンセプトな。それでラコリーナってイタリア語の丘という意味ですけど、要するにここにちゃんとなんか人工的なものと自然の中間的なものですよね、丘。で、人間がこう行って、まあ、楽しんだりいろいろすることができる丘。それをだから後ろは本当の神様の山で、その前に丘を作ろうということで、今大きなコンセプトとしてあって、でじゃあどうしようかってことで、その前ずっといろいろこう植物を建築に取り込む実験はいっぱいやってきたんで、それを使ってもう本格的に屋根を全部芝生で覆おうということで作ったのがこれです。あの茅葺きの屋根っていうのも好きで、何かこう自然の山を感じさせるけど、やはりあの人工的でもある、ちょうどそのね、一番難しいのはやはり自然の感じと人工的な感じのこの接点を探るっていうのが私の大きなテーマで、これは割とうまくいった方だと思います。だからあの一見するとね、なんか自然のようでもあるし、建築のようでもあるしっていう、どちらでもないという、どちらでもある。それはなぜそういう考えが。それはね、ずっと昔からね、建築がこう自然をと対立的であるっていうのが非常に疑問だった。で、私自身が今田舎で育ったせいもあるんですけども、なんかこう自然と、要するにまあ大げさに言うと神様の作った自然と人の作る建築の間に何か接点があるんじゃないか、なんかつなぐ方法があるんじゃないかっていうのはずっと考えてきた。それでいろんな、まあ建築士もそれで世界中そんなようなのを見てきたんですけども、それでこういうテーマで、このテーマはだからもう二十数年設計してますけど、基本的なテーマとしてあった。それは建築が接点になるのか、この場合だと建築を覆う屋根というものが接点となって、その自然と建築をまあ両方横断するっていうコンセプト。いや、基本的にはね、まあ、あの建築と自然の間の接点を、だから具体的には緑と自然の、この柱がね全部山のクリの木の丸太の柱です。だから材料と形でなんかその2つの接点を、で具体的には、まあ、あの自然の素材、土とかいろいろ使うのと、もう一個やはり自然を使おうという。で自然を使う方は難しい、これは大体ね、あの建築に緑を取り込むと、コルビジェが山ほど失敗してますけど、屋頂庭うまくいかないんです。それをなんとかやろうと思って。素材はね、対する考えている、おそらく建築の基礎は素材だと思ってる。現代建築っていうのはコンセプトあるでしょ、それから形があるでしょ、で構造決まるでしょ、最後に仕上げ材が決まる。で最後に仕上げ材は大抵電話で決めるのに、カタログ持ってこさせて、それは間違いだと思ってる。人間が非常にあの相手を見るときね、顔を見ますよね。で日本の場合は顔色を見るっていう、で顔の表情をに当たるの皮膚の状態を見れば、あのお医者さんなんか全部わかるって言いますよね、健康状態が。それと同じように僕はむしろ逆に考えてて、仕上げの素材があって、それで構造があって、それから形があって、でコンセプトは最後にあるというふうに考えてて、で仕上げはすごく敏感にやってましてね。でそれでできるだけ自然の石、木、土、それからまあ草ですよね、自然の素材を使う。それもできるだけあの工業化しない形、まあ、工業しない形って、まあ、自然のものって全部個別なんですよ、非常にこう木でいうと割れたり曲がったりするんですけども、それをできるだけとどめるようにして、だから非常にこうラフな感じで使いたいっていう。でそれがまず第一。
今日も話でこの、まあ、芝が今すごく、よく生えてるんですけど、ちょうど夏がもっと生え、ちょうど買ったんですけどね、夏はもっとガーッと出てました、けど、まあ、さっきのお話ですけども、まあ、そういう苦労話は話さない方がいいのかもしれないけども、はい、多分この芝を屋根に生やすっていうのはすごくそれは大変です、すごく自然的に見えるんだけども、すごく不自然な不自然なことですよ屋根にね、建築の形をして、技術的にはもう本当に散々いろいろ実験をして、相当あの科学技術の力を借りて、本当に土じゃないですから、繊維の土ですから、で可能になってるんですよね。だから僕自身はね、やはりあの科学技術っていうのは本当に、科学技術がダメだとかいう気はさられないんですよね。科学技術を表に出さないっていう、裏で使うっていうところですよね。じゃあ本当のさっきのお話のその原始的な要素とその近代的な要素っていうのを、まあ統合させるっていう、統合されてるとか現代的な要素を裏側に使い二次性建築が出て現代的な要素を表に出そうとしたんだけど、僕は裏側へ使って表は古い要素で、古い要素でやっているという。でこの中でこれコンクリートと鉄骨造ですから、そうですね、向こうにあの今工事中のやつがあって、見えてます。あれを見ると普通の建築に見えるんだけど、仕上げの段階で全く違う、違うという。これでただね、あのなんていうかな、奥にこういう二次世紀の進んだ科学技術の力があるってことを感じさせたくないのね。それはなぜ？いや、それはね、もう他の人たちが十分感じさせてくれたからだからむしろ僕は屋根を大事にするっていうのは、あの日本周りの環境とやっぱ馴染むっていうことを考えてて、だからそうですよね、あのそういう点で言うと、やはり表皮っていうか、その表皮っていうものの重要性って、で表皮が周りの環境とか人とかに一番大きな影響を与えるんだっていうところが、やっぱ他の人たちと違う考えになってるかもしれないですね。